どうも皆さん、ごはこんばんにちは。キャラクツでーす。ちょっとね、自己紹介がしたいなと思って、まあ、急遽素材で撮ってるんですけどあ、何言っていいかちょっとわかんないから、とりあえず、あの、これから <laughs>、程よく生放送だ生放送っつうか、ライブ配信撮ったり、 ま、実写版だったり、いろいろと撮ってって、みんなをこう、笑い笑い、笑、笑わせたりとか、ちゃんとなんか、みんなの意見も取り入れつつ、ちゃんと、その、見てくださってるリスナーさんの方々にも、ちゃんとプレゼント、とうとう、やりたいかなって。だから、実際自分、 上げてるそのライブ配信の中でフォートネットが今みんな見てくださってるんでそのプレゼント企画やりたいかなーと思ってもあの自分二段階認証が全然できてなくてそれでまだちょっと困ってる部分があるんですよその二段階認証ができたらまあ一ビクロイその日のビクロイによってみんなに何かしらのプレゼントだったり することができるんですけど、まあ、まだ今現状できない。できていない。っていうのが、えー、まあ、あれなんでいや、本当にもう簡単な方法で、なんか、あの、設定できるんだったら、教え、教えてほしいし、あと、まあ、これからも、自分の配信、まあ、このキャラクスとしての、 自分の配信をみんなで楽しく盛り上げていってまあ,あの面白いなと思ったら知人だったり友達とかこの人面白いよっていう風に声かけてもらってみんなに広めでいってあと見てくださってる人がいたらあと俺は優しくこうなんだ出迎えてっていうのかなちゃんと。 しゃべったりとか VC つけてしゃべったりとかしてみんなと仲良くしていければなと思います、まあ、ちなみに自分まあ公表するんだったら身長がなまあ自分でっかい方じゃないんですよ165センチでまあ体重もそこそこで出身地は寒いとこってだけかな自己紹介度 今困ってることはこんな感じかな。あと皆さん、あと来週、自分はあの、研修から帰るので、そしたら、あとまだすぐ、フォートナイトとか、とか、モンハンとか、ライブ放送するので、ぜひ見に来、見に来てください。ぜひ、お願いします。あと、友達とかに教えて、あの、 自分のキャラクスの配信見せて面白いなぁと思ったらすぐチャンネル登録も進めるようにしてください。よろしくお願いします。以上、現場からの報告でした。さよなら、バイト。